はい、どうも、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、えー、今日ね、えー、ちょっと、やっぱり暑いですね。えー、まあ、台風は来てなくて穏やかなんですけど、まあ、でもちょっと暑いです。はい。えー、でも、って言ってもね、えー、32度ぐらいなんですけど、最高気温がね。はい、えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、まだまだ暑いのでね、気をつけてください。沖縄はね、10月ぐらいまで暑いんでね。 はい。えー、まあ、そういう感じで、えー、一日をね、えー、過ごしていきたいと思ってます。はい、えっ、ー、とー、まあね、えー、今日のニュースいろいろ入ってますけど、あの、例の、ちっちゃい泉ちゃんですね。ちっちゃい泉ちゃんのジュニアちゃんですね。はい、えー、ちんじろうちゃんです。ちんじろうちゃん。 はい。チンジローちゃんね、えー、あの例のね、えー、福野島の、海に入って、アピールしてましたね。はい。海でね、サーフィンしたんですって。楽しそうですね。よかったですね。楽しくて。<laughs> はい。えー、で、えー、楽しくできたと。はい。え、笑顔満面に安全なんで、えー、泳いでくださいって言ってました。<laughs> もうね、笑えますよね。このパフォーマンス。 もう、あのー、なんて言うのかな。あ、あのー、ダーのキッシーさんがね、刺身食べたりとか、<laughs> もうごめんなさいなんですけど、もうほんと笑いが出ます。必死こいてるなと思いました。はい。えー、実はですね、昨日ね、また、あの、台湾の、えー、ニュースでね、えー、まあ,あ、すっごいあ、なるほどなっていうような、あの、お水についての、まあ、報道っていうか、討論会みたいなね、えー、まあ、政治、 かっていうかね、元政治家の方とか、まあ、あまあ、上の方の方ですね、元ね、えー、大の人人やった方とか、とかね、裏にどういうことがあるのかみたいなことがね、あの、討論会やってて、非常に面白かったです。はい。えー、まあ、あのー、国際社会を舐めちゃいけませんよ、日本人。はい。えー えー、まあ、これ、後でゆっくり動画にいたします。古、えー、種淡々と、おなんていうのかなあ、狙ってます。はい。ぬっぽんを、ぬっぽんがね、えー、ああいう風にね、えー、ジャバジャバ流していることによって、出てくる市場っていうのがあるんですよ。はい。えー、食べなくなりますからね、えー、いろんな周辺諸国の人たちが。 えー、ぬっぽんのものをね、食べなくなりますから、あそこに目をつけている北欧の国々ということでね、えー、ここまでにしときましょう。はい。えー、いろいろと動きがあるようです。はい、商業界では。はい。この辺のこともゆっくり、次の動画あたりで、えー、詳しくお話しします。<laughs> もうほんと甘く見ちゃいけませんよ。本当に、あのー、計算ミスです。はい。 えー、これね、アウト政府の計算ミスです。残念でしたって感じです。はい。えー、ちゃんもう今すぐね、やめた方がいいです本当に。あのー、お水流すのね。はい。もう、このままだと、あの、国際社会の鼻つまみものになって終わります。はい、そういうことです。えー、そしてですね、まあ、これもあれなんですけど、ガソリン。 すごいことになってますね。もうあの、運送業者とか、個人でやってるところもね、えー、まあ、委託ですよね。委託でやってるところ、見合わなくなってきて、えー、どんどんやめてってるっていう現象が起きてるみたいです、今。<laughs> はい。もう7月いっぱいでやめちゃうとかね、やめちゃいましたとかあ、そういう方増えてきているようです、このガソリン価格で。もう見合わないみたいですね。 えわ、ー、かりますよね。っていうことは何が起きるか。はい。物流にかなり影響が起きてきてます。はい。今でも起きてます。はい。下手したらね、変な話ですけど、お <laughs> まあ <coughs>、ごめんなさいね。まあ、沖縄台風もあるんで、その影響もあるんですけどね。えー、まあ、 なんていうのかな8月ですね8月大体いい、あのー、1日2日あたりにまとめて私頼んじゃうんですよ。はい、アマゾンさんにね。えー、まあ、備蓄の品とかあ、猫たちのものとかね、まとめて頼むんですね。えー、で、一番遅いもので下旬に来ます。はい、えー、3週間待つ時があります。えー、そういうあの状況になってきましたよ。 はい。えー、物流がね、どん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 大変になってきます。えー、まあ、もちろんね、あのー、個人でやっているところなんかは、委託でね、個人でやっているところなんかは、その、まあ、ガスが高いからね、っていうことでやめちゃう方も多いんですけど、個人じゃなくてね、えー、まあ、その会社ですね、に、あの、所属してる人なんかは、まあ、ハードなんでね、はい。 ハードなんで、ええー、まあ、ね、いろんな影響がありましてね、ここら辺は言えないんですけど、はい、いろんな影響がありまして、まあ、お察しくださいね。はい、えー、具合が悪くなってやめてしまうっていう人たちもかなり多くなっているようです。はい、えー、ちなみに、えー、時期でもないのにね、えー、今年の6月かなはい、6月、7月からですね、7月から、 生協の配達の担当の人が変わりました。はい。移動の時期ではありません。言ってる意味わかりますよね。はい。えー、まあ,あー、もしかしたら転職したのかもしれませんけど、でも、あの、生協の配達の仕事って安定しててね。多分、あの、輸送業界の中では、ごめんなさいね。今日鼻がね、鼻がこう、 離れ、アレルギーがちょっとあれなんで、えー、輸送業界の中ではかなり楽な方だと思います。もう、回る家決まってますし、えー、ね、仕事の量も、あの、まあ、普通の、黒猫さんとかに比べたら、あ、全然楽だと思うんですよね。で、給料、まあまあいいです。そんなに悪くはありません。まあ、生協さんなのでね。えー、でも、 移動の時期でもないのに人が変わるんですよ。はい、えー、そういうことです。はい。わかりますよね。えー、なので、もう、もうこれはね、あのー、物流ね、えー、少しずつ表面化してきてます。はい。表面化してきてます。こういうのが。 ああ、まあね、もう、どのくらいすると、あとどのくらいするとね、えー、臨界点に達するか分かりませんけど、えー、物流がおかしくなる。はい。もう、もうおかしくなり始めてますからね。えー、物流がおかしくなり始めて、えー、それがいつの時点で臨界点に達するか分かりませんけど、えー、まあ,あ、考えた方がいいですね、この辺のことは。 特に食材をね、物流に頼ってる方、気をつけた方がいいです。まあ、生協なんかもそうなんですけどね。えー、でも、まあ、生協の場合はあ別のルートで、別ルートっていうか、まあ、いる、まあ、あのー、なんていうのかな、個人のその宅配とかではないんでね。えー、ちょっとこれは、あ、うん、まだ、まだちょっといけるかなって感じはするんですけど、はい。 えー、今後ますます厳しくなってくると思います物流に関してはねはいまあそういうことでございます皆さんねえー、まあ気をつけて考えながら生活していきましょう、えー、次にねちょっとまたあすごいすごい討論だったんでまたね、えー、これもあのい、ー、や、えー、次にお伝えしますはい、えー、まあとんでもないまあまあでもね あなるほどなと思いました。はい。えー、世界の見方はそういう感じです。はい。日本はもうこのままで行くとダメですね。はい。今すぐやめた方がいいです。はい。えー、悪いことはね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。はい、パナちゃん。パナちゃん。あにゃいいかわいいですね。え、パナちゃん、お返事は お返事はしないの？あら、承知しか。